上下の歯をきれいにさせていただくお客様です。はい、今回は上下の、見える範囲をですね、ちょっと全体的に整えていきたいと思います。まず上ですけども、左上ですね、4番目の、こちらの歯から反対側も、同じように、4番目ですね。奥がですね、少し茶色く、虫歯になってしまっているところですね。ここまで8本ですね。ちょっと開いてください。今度開いてですね。で下も同じように、こちらですね、4番目から反対側も4番目までの8本、合計16本ですね、歯並びと、色、形を整えていきます。で噛んでください。でですね、左側の、刃ですね、剣歯の部分、そして右も同じように張り出している部分を内側にですね、入れていくのと、もう一回開いていただいて、あとは下の3番目の歯が内側にですね、1本入り込んでいるところも外側に出しながら綺麗なアーチを整えていきたいと思います。では噛んでください。上下の歯を綺麗にさせていただいたお客様です。はい、今回はですね、上下の見える範囲の8本ずつ合計16本ですね、歯並びを整えさせていただきました。ちょっと開いてくださいね。はい、術前のですね、下の前歯のガタつきのあった部分ですね、特に左下の、3番目の部分がですね、かなり内側に入り込んで倒れていたところを、つながるように綺麗にアーチを整えていきました。はい、そしてですね、今度上の歯なんですけども、両サイドの3番目の、八重歯感が強かった部分ですね、その部分を、内側に入れながら、こちらも、上の歯8本で、綺麗にアーチを整えていきました。ダイヤモンドセラミックで白く透明感のある美しいお口元に整えています。では噛んでください。